次はこの動画に参考するマップです。すべての番号は、上に載っているように、順番に録画されました。だから、全部6つの動画に分けて、個別に時間もつけています。鳥の順番も一応安く取れるように順列します。要注意のは、65番のです。そこに行きたいなら、スタミナはもう170を持っても、飛翔の消耗低下と体力の両利が必要です。万全の準備じゃないと、そこにたどり着けないと思います。次は、ちょっと各区域を確認しましょう。最初は、一番取りやすいロッツです。敵もない。次は、星落ちの谷で、地形がちょっと面倒ですけど。それに、風うなりの丘、18、23番は要注意です。そして、青風の高地と名館山地、どっちも敵が多い。廃墟、ストーリー後、取るのがすすめです。最後の場所、お楽しみに。これで説明終わりました。お疲れ様です。